吉田とも発見動画チャンネルです。ちょうどこの夕方が近づいてきました町田街道朝日町の交差点です。ちょうどこの近くにこの町田署があります。左手のガソリンスタンドの向こうの方の高い建物がこのちょうどガソリンスタンドのこのラインの影になってますが、高い建物は町田警察署です。こちらで交通安全協会の皆さん方がこの12月の年末の交通指導を行っております、行ってくれております。今その場を撮影させてもらっているところです。ちょうど道路を渡ります。こちらが町田市役所方向です。そしてこの先に、ずっと先に246東名高速があります。後方はこの町田市の中で多田尾相原方面になります。この市内の中で最も交通量が多いところです。こちらはこの鶴川からの道になります。今歩道者の歩道を通られる皆さんを交通指導をしてくれているのが交通安全協会のボランティアの皆さん方です。この今日で3日目を迎えました。夕方の時間、今回は12月の場合は夕方の時間に安全協会の皆さん方が出られまして交通指導をしてくれております。そのことをご案内いたします。こちらはこの宇野森相模原方向になります。ちょうど信号が変わります。警察のワゴン車両ですので、おそらくどこかで事故があったんだろうと思います。今警察署から出ていたところです。今回の年末、12月の交通安全指導、これからに事故が起きないように、死亡者など絶対出ないように願いまして終わります。